安定版仕様2周レースです。第12レーストリーム戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。内4艇がほぼサンライスリット、インから0台前半踏み込んでいった。1号艇田村貴信が先手を取る。3号艇長い源まくる。1号艇飛びつくが届かない。まくり出しは5号艇前田敦也、さらには4号艇2号艇6号艇佐藤、先頭争い大激戦。わずかに仕掛けた3号艇長い源ですが、内から2号艇効果が追いついて6号艇木谷健太も捉えるか。この3選手のトップ争いか。第12レーススタート、正常2マークは最内から6号艇木谷健太、分回す3号艇長井源に、内シャープについた2号艇甲賀充、ホームスレッジがあります。わずかに6号艇木谷健太が優勢も、へさき入るか2号艇甲賀充。3号艇長井源は少し離れての3番手、勝利体系は6番2番3番です。レースは2周目最終周回、絞っていった6号艇木谷健太、握って追いすがる2号艇甲賀充、内内小さく3号艇長井源追いすがりますが、ここでリードを広げた6号艇木谷健太が先頭。